はいどうも皆さんプロスペです。地理系の動画や、ウィキペディアなどを見ていると、都市圏というものがよく出てきます。この都市圏というのは言葉自体としては、中心都市とその郊外地域から成り立つ、社会的つながりが強い地域という意味です。これくらいは知っている、という人も多いと思いますが、細かい部分ではなかなか難しいところがあり、これなんで?と疑問に思うことが多々あります。例えば前橋都市圏の人口が、熊本や浜松などの政令指定都市の都市圏を上回っていることや、京都都市圏の中心都市に、滋賀県の県庁所在地の大津市ではなく、草津市が入っていることなどは、都市圏設定の仕組みを詳しく知らないと、不思議に思えてしまいます。そこで今回は、この都市圏について詳しく解説し、先ほど述べたような疑問に答えていきたいと思います。都市圏というのはさっき言った通り、中心都市と郊外から成り立っています。そのため、中心都市の設定方法と、郊外範囲の決定方法が合わさって、都市圏の定義となるわけです。日本で昔から使われている都市圏の定義として、1975年の国勢調査より発表されている、総務省統計局の大都市圏及び都市圏が挙げられます。この定義の特徴は大都市圏と都市圏で、少し設定方法が異なっていることです。大都市圏はまず中心都市として、東京都特別区部及び政令指定都市を選定します。ただし、中心市が近接している場合には、それぞれに独自の大都市圏は設定せず、一つの大都市圏に複数の中心都市があるという形で、単一の都市圏を設定します。例えば福岡県には、北九州市と福岡市の二つの政令指定都市がありますが、これらにはそれぞれ単一の大都市圏は設定されておらず、北九州、福岡大都市圏としてまとめられています。この近接しているという表現が曖昧ですが、これに関して詳しく述べた部分はなかったので、おそらく感覚で決めていると考えられます。郊外の条件はこれらの中心都市への、15歳以上通勤、通学者数の割合が、その自治体の常住人口の 1.5% 以上であることです。ただし、その自治体に隣接する郊外地域をたどっていくと、中心都市にたどり着く必要があります。例えば、この熊本大都市圏の地図を例にとると、阿蘇市は中心都市の熊本市への、15歳以上通勤、通学者数の割合が、常住人口の 1.5% 以上であり、同条件を満たす大津町、及び菊陽町をたどることで、中心都市の熊本市にたどり着くので、阿蘇市は熊本市の郊外地域に含まれるということになります。また、15歳以上通勤、通学者数の割合が、常住人口の 1.5% 未満であっても、周囲が 1.5% 以上の自治体に囲まれている場合は、郊外地域に含まれることになっています。都市圏では人口50万人以上であり、かつ大都市圏に含まれない都市を中心都市として選定します。郊外の範囲については、先ほど説明した大都市圏と同じ方法で決定します。しかし、この都市圏の定義には、人口50万人以上の都市にしか、都市圏が設定されないという問題があります。現在この定義によって設定されている都市圏は、11の大都市圏と3つの都市圏、合計でわずか14地域のみとなっています。また大都市圏の設定方法で、近接する政令指定都市にはそれぞれ単一の都市圏を設定せず、まとめて一つの都市圏とするという、社会的つながりに関係ない規定が設けられているため、静岡と浜松という実質的には別の都市圏が、同一の都市圏として扱われているなどの問題が発生しています。このような問題をある程度解決するのが、金本義継と徳岡和幸によって開発された都市雇用圏です。政府が公式に設定しているのは、現在でも大都市圏及び都市圏ですが、今日本で主流となっているのは都市雇用圏であり、最初に挙げた疑問も都市雇用圏のことです。都市雇用圏の定義は少し複雑なので、気合を入れて聞いてください。都市雇用圏では最初に中心都市の候補として、DID 人口が1万人以上の自治体を選定します。DID とは、同一自治体内において、人口密度4000人以上である国勢調査の基本単位が、隣接して存在しており、それら隣接する基本単位の人口が、合計して5000人以上である地域のことです。日本語では人口集中地区と言われます。DID 人口は、各自治体での人口集中地区の人口のことです。簡単に言ってしまえば、都市雇用圏では一定の市街地を有することが、中心都市の最低条件となっているわけです。また郊外の条件は、その自治体から中心都市への通勤率が、10% を超えているということです。通勤率という言葉からわかる通り、総務省統計局の都市圏及び大都市圏と違い、都市雇用圏の指標では通学者を考慮しません。なお、通勤率が 10% を超える自治体が複数ある場合は、最も通勤率が大きい中心都市の郊外ということとします。
また、選定した中心都市候補のうち、他の中心都市候補の郊外条件を満たす自治体は、中心都市候補から除外され郊外地域となります。例えば、倉敷市の DID 人口は約29万人であり、1万人を大きく超えているのですが、他の中心都市候補である、岡山市への通勤率が 10% を超えているため、倉敷市は岡山市の郊外地域となり、中心都市候補から除外されます。地理系動画でよく触れられる、岡山都市圏の人口が広島都市圏を超えている現象は、このルールのために起こっているわけです。なお、中心都市候補の間で相互に通勤率が 10% を超えている場合、より通勤率が大きい方が郊外に、小さい方が中心都市になります。また、このようにして決定した郊外地域に含まれていても、DID 人口が10万人以上か、中心市町村の3分の1以上であり、かつ重要常住人口被害地以上である場合には、一つの都市圏に複数の中心都市があるという形で、その自治体は中心都市として扱われます。重要常住人口比というのは、その自治体で重要する収容者数の値を、その自治体で常住する収容者数の値で割ったもののことです。簡単に言ってしまえば、都市の拠点性を表す指標です。最初に言った、京都都市圏の中心都市に草津市が入っている現象は、このルールが原因となっています。草津市は京都都市圏の一部ですが、DID 人口が10万人を超えており、重要常住人口被害地を超えているため、中心都市の一つとして扱われるわけです。一方滋賀県の県庁所在地の大津市は、DID 人口は草津市を上回っているものの、重要常住人口被害地を切っているため、郊外地域として扱われます。なお、このルールはあくまで郊外の条件を満たす自治体が、中心都市として扱われるための条件を定めたものであり、本来の中心都市の条件には、重要常住人口比に関わる規定がないことに注意が必要です。例えば浜松都市圏の中心都市である浜松市は、重要常住人口被害地を下回っています。また政令指定都市については、他の中心都市候補への通勤率が 10% を超えており、市全体で重要常住人口被害地を下回っている場合でも、行政区のうち一つでも中心都市の要件を満たす場合は、市全体を中心都市として扱うこととしています。例えば、堺市は大阪市への通勤率が 10% を超えており、重要常住人口比も1以下なので、普通に言えば郊外地域となるわけですが、堺区の DID 人口が10万人以上であり、かつ重要常住人口被害地を超えているため、堺市全体が中心都市として扱われます。この規定があるため、現在日本にある20の政令指定都市のうち、中心都市でないのは相模原市のみとなっています。また、中心都市への通勤率が 10% を超えない場合でも、その中心都市の郊外地域に含まれる自治体のうち一つへの、通勤率が 10% を超えている自治体は、その郊外地域の自治体の郊外であり、中心都市の二次郊外とする決まりがあります。実はこの二次郊外の規定は、さっき話した草津市にも適用されています。草津市は京都市への通勤率が 10% を切っているので、基本ルールで言えば京都都市圏には含まれません。しかし、京都市の郊外地域に含まれる大津市への通勤率が 10% を超えているため、草津市は大津市の郊外であり、京都市の二次郊外ということになるため、京都都市圏に含まれることになります。今まで大津市は京都市のベッドタウンだとばかり思っていましたが、このデータを見ると一概にそうとは言えないのかもしれません。ちなみに、草津市は大津市の郊外であるものの、さっき言った通り草津市は中心都市の要件を満たしていますが、大津市は要件を満たしていません。そのため、草津市は大津市の郊外だが、大津市は郊外であり草津市は中心都市であるという、なんともカオスで面白い状況になっています。なお、中心都市への通勤率が 10% 以上であり、郊外地域の自治体にも通勤率 10% 以上の自治体がある場合は、より通勤率が高い方の郊外として扱います。またこの処理は、二次郊外の自治体への通勤率が 10% を超えている場合、三次郊外の自治体への通勤率が 10% を超えている場合と、該当する自治体がなくなるまで繰り返されていきます。現在の日本では、四次郊外まで該当する自治体があります。ここまででようやく都市雇用権の説明が終わったわけですが、これらのルールが組み合わさって起こっているのが、最初に言った前橋都市圏の巨大化です。それでは、前橋都市圏について順を追って説明していきます。まず、前橋市は DID 人口が1万人以上であり、前橋市からの通勤率が 10% を超える自治体もないので、都市圏の中心都市となります。
そして前橋市への通勤率が 10% を超えている自治体なのですが、ここに前橋都市圏が巨大となる一つ目の原因があります。それは、高崎市から前橋市への通勤率が 10% を超えていることです。前橋市から高崎市への通勤率は 10% を切っているので、高崎市は前橋都市圏に含まれるわけですが、なんとこの高崎市、前橋市より人口が多いのです。この時点で前橋都市圏には、中心都市より人口が多い自治体という、とんでもなく高い下駄が吐かされていることになります。しかし、前橋都市圏巨大化の理由はこれだけではありません。高崎市は DID 人口が10万人を超えている上に、DID 人口が中心都市の3分の1どころか、中心都市より多いのです。さらに、高崎市の重要常住人口比は1を超えています。つまり、高崎市は前橋都市圏の中心都市の一つとなるわけです。都市雇用圏の郊外の条件は、中心都市への通勤率が 10% 以上であることなので、前橋市への通勤率と高崎市への通勤率の合計が 10% 以上であれば前橋都市圏の郊外条件を満たすわけです。前橋市単体では、前橋市の郊外条件を満たす自治体は合計5市町村のみでしたが、高崎市と合計すると人口約21万人の伊勢崎市を含む、5市町が通勤率 10% を超え、前橋都市圏の一部となります。さらにもう一つ、これは微々たる差ではあるのですが、二次郊外のルールも絡んできます。富岡市は前橋市と高崎市への通勤率を合計すると 10% を超え、前橋都市圏の一部となるのですが、この富岡市への通勤率が 10% を超えている自治体が3つあります。なお、これら3つの自治体はいずれも前橋市と高崎市への通勤率の合計より、富岡市への通勤率の方が高いので、富岡市の郊外であり、前橋市の二次郊外であるということになります。3つの自治体のうち2つは、前橋市と高崎市への通勤率を合計しても 10% を超えないので、二次郊外のルールによって前橋都市圏に組み込まれているわけです。これらが、前橋都市圏が政令指定都市の都市圏を超える規模となっている原因です。この説明で、前橋都市圏の人口が多いのは前橋市が都会だからそうなってるわけではなく、もろもろの事情が組み合わさってそうなっているのだと分かっていただけたと思います。都市圏の数字だけを比べて、熊本より前橋の方が都会だなんて言っても、それは説得力のある主張にはなりません。これは都市圏の話だけに限りませんが、数字の裏にある情報を考慮してこそ、初めて有意義なデータ利用ができるのです。自分も都市圏人口が意外な順位だったりすることを、楽しんでいる人間なので、娯楽として数字だけを見て楽しむのは全然いいと思いますが、頭の隅っこに今回言ったことを、残しておいてもらえたら幸いです。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。